の？いらっしゃいませ。ありがとう。はい。ああ、そろそろ来ると思っとったで。案外遅かったやないか。何やと？へへ、備え怖い顔すんなや。あんた、俺が来ることお見通しやったっちゅんか。まあ、想定の範囲内やな。わしをただの針師と思わん方がええで。
ゴッドハンドやさかいな。ああ、あかんあかん。そんなん通るわけないやろが。そのトン、当たりや。うわ、そりゃないよ、リーさん。お前、下手すぎや。萌え、そこの新顔と変われ。あんたもええやろ。せっかくこないなところまで来たんや。わしは一度な、殺し屋っちゅう人種と麻雀打ってみたかったんや。怪我人にしちゃ元気そうにしとるやないか。アホ抜かすな。死ぬほど痛いわ。腕が動かへん。あんたと変わってやりたいわ。あんた、あの女がどないなったか聞かんのか。誠が死んどったらわしを探す理由なんてあらへん。生きとんのやろ。お前、まだいっぺんも人殺したことないな。顔見りゃわかるんやで。一線越えんで踏ん張っとるっちゅうとこや。人殺せん男がなんで殺し屋なんかやっとるんやな。顔を見ただけで何がわかるっちゅうねん。ホンドラみたいなアマちゃんが生きったところで誰もビビらんでいい。わしにはわかるんや、なんでも。それロンや、悪いな。マコトは怪我しとらんのやろな。なあ、女は無事や、安心せえ。そうか。そしたらあれか、お前がここ来たんは自分が生き残る策を探ろうっちゅうことか。下手打った殺し屋が雇い主に殺されんようにな。言うとくけどな、俺はまだあの女殺さんと決めたわけやない。俺以外にもあの女狙ってた連中がおったな。あんたの体に銃で穴開けたヤクザどもや。それがどないした。やつらはなんであの女狙うとる。そんなもんお前の雇い主に聞けや。そいつも誠狙っとんのやろ。女が狙われとんのはお前らがコウモリの入れ墨嗅ぎ回ってるせいなんとちゃうか。さあどうやろな。リーさん大丈夫だったか。応援かき集めてきたよ。そいつリーさん狙ってる。ふん、なかなか楽しかったで。まだ話は終わっとらん。俺が敵か味方もわからんやろが。それでもやるんか。敵か味方かわからんのやったら殺した方がマシや。それがこの町の中国人の流儀やで。聞く耳持たんちゅうわけかい。お前ら遠慮はいらんで、ぶちかましたれ。なるほど、出来損ないの殺し屋っちゅうわけでもないか。ちいと甘く見とったわ。あんたらの島を荒らす気はない。あの女がなんで狙われとるか知りたいだけや。誠の狙われる理由が
コウモリの入れ墨の男や言うんやったら多分関係ないで。なんでそないに言い切れる。誠から何も聞いとらんのやな。あの女がお前に聞け言うたんや。あの子は自分の口から言いたないだけや。どういうことや。あの子はな、コウモリの入れ墨の男のせいで目が見えんようになったんや。何？誠は2年くらい前初めて大阪に出てきた。身寄りも行くあてもないただの18歳の女の子でな、住み込みのホステスやったりいろんな職を転々としとったらしい。せやけどそれは蒼天堀の裏社会にとっては格好の餌食やった。格好の餌食？せや、誠に近づいてきた悪い男がおってな、口八丁で誠に身寄りがないこと嗅ぎつけると急に人が変わったそうや。あの子が逃げられんようどこぞの檻に監禁した。そいつは何の目的でそないなこと。金や。金に決まっとるやろ。コウモリの入れ墨の男は誠を金で売り飛ばしたんや。ある韓国系の組織にな。そっから毎日あの子が朝から晩まで何させられとったかは皆まで言わん。ただあの子の目が見えんようになったのはそれが原因や。極限状態のストレスから来る心因性視覚障害。火も刺さんような暗がりであの子が自分の目で最後に見たんがそのろくでなしの腕にあるコウモリの入れ墨や。結託そ悪い話や。そんな誠をわしが拾ったんがつい半年くらい前や。あんたらはその復讐のためにコウモリの入れ墨を探し回っとるっちゅうわけか。誠は自分と同じ目に遭うやつを他に作りたないんやと。なんやったらわしが確実に殺したるけどな。コウモリの入れ墨皮ごと剥ぎ取ったる。けどこれで分かったやろ。言うてもコウモリの入れ墨は街で自分の顔さらして女さらう程度の小物や。そいつが今誠の狙われとる理由とは思えん。チンピラに雇われてあないぎょうさんヤクザは動かんやろ。せやったら他に心当たりはないんか。ないな。わしの話はこれでしまいや。あの女は小福町通りの春ビルの中におる。オデッセイいう店が倉庫に借り取る場所や。お前わしに誠返してもうてええんが。誠のこと殺さんで雇い主とどないなしつけんねん。殺されんでいい。それに誠も結局代わりの殺し屋に追われるだけや。せやったらどないせっちゅうねん。逃げきれんこともないで。一つだけわしらもお前もヤクザから逃げ切れる手がある。せやけどそれは劇薬じみた手や。大事なもん守るためにはそれに見合う犠牲が必要になる。あんたの協力も必要や。俺の協力？せや。ただわしの考え聞く前にやるかやらんかこの場で答えてもらわなあかん。でどんなことでもやるか。そんだけの覚悟があんたにあるか。どの道このままやったら俺はしまいや。やるかやらんか聞いとるんや。どうなんや。ええやろ。やっとるわ。そうか、わかった。せやったらあんたは誠んとこに早帰り。
今日んとこはあの子の面倒を見たってくれ。え？わしには急いでやらなあかんことができた。何する気なんやあんた。目処がついたら教える。それまでは秘密や。この先あんたと連絡つけるにはどないしたらええ？キャバレーグランドや。夜になったらそこにおる。俺はそこの支配人や。ほんまか？あんたがあのグランドの？飲み代は心配すな。俺のおごりや。ふん、わかった。とにかく夜になったら連絡する。あんた、名前は？真島五郎や。